母様？お母様？ねえお母様、この石像は一体誰なの？アレクシス、この石像はこの国を、マイスを守ってくださる女神様なのよ。でも救いの予言が残されているだけで、詳しいことは何もわからないの。名前もないので、無名神と呼ばれているのよ。無名神様。でも、名前がないなんてかわいそうだよね。僕が名前をつけてあげる。いい名前ね。きっと無名神様もお喜びになっているわ。どうかいつまでもマイスの国をお守りください。アレクシス様、おかわいそうに。よりによって父王様が魔軍討伐でお留守の間に皇后様がお亡くなりになるなんてね。まだ幼いのに一人ぼっちでさぞお寂しいことでしょうに。母様。殿下、ベルシェンにて我が軍が全滅したとの方が。全滅？じゃ、父様。でかいドラゴンなんだ。ボーフォンだ。ボーフォンの魔軍の襲来だ。あの剣は父様の。なんだ貴様は。それでわしを止められるつもりか。できるものならやってみろ。
その力は我がマタイが人の子に手傷を負わされるとは、こんなことは今までにはなかったはず。そうか、貴様が新しい名なのだな。ついに予言の日が来たというわけか。いや、愉快、愉快だぞ。貴様の力どれほどのものか。わしはボーフォン四魔将、見届ける者ザイタノ。貴様のその顔と影とに免じて、今日のところは引き上げよう。